はい、どうも皆さん、シンガポールからこんにちは。本日はですね、前屈が柔らかくなる5分間のストレッチを紹介していきたいと思います。で、そのストレッチをやる前に必ず覚えておいてほしいことがあるんですね。それはですね、前屈をする際、ストレッチをする際にですね、こういう感じで猫背にならないようにしましょう。こうなることを骨盤が後ろに倒れていて、骨盤の後傾って言います。骨盤が後傾していると、この伸ばしたいもも裏が緩んじゃうんですね。なので、この状態でどれだけ前に行っても伸ばそうとしているもも裏は伸びてきません。なので、最初は骨盤を立てるということをやってみてください。骨盤を立てるというのはどういうことかというと、お尻の下に手を入れてもらって、骨があると思うんですよね。座骨っていう骨があるんですけども、この骨で地面に立つ感じです。こういう感じで、背筋を伸ばして背中をまっすぐして、耳から肩の距離を遠ざけるイメージですね。ピンと体育座りしている感じです。体操座りか。この状態から足を少しずつ前に伸ばしていって、自分のもも裏が伸びるということを意識しましょう。もう最初は膝はどれだけ曲がっていても大丈夫です。あと、もう一つ、前屈をしてもも裏を伸ばす場合なんですけども、前屈をする前にお尻であったりとか、体側であったりとか、背中であったり、もも裏にひっついている筋肉を伸ばすことによって、筋肉はもう全部つながっていますので、もも裏が伸びやすくなります。なので、急にハムストリング、もも裏を伸ばすのではなくて、他の場所からじわじわ伸ばしていくと、最後に前屈した時に伸びやすくなります。それでは早速一緒にやっていきましょう。まず1種目目なんですけども、お尻の筋肉伸ばしていきます。足かけてもらって、片方の足で、ちょっと猫背にやっぱりなってしまうと思いますので、息を吸って吐くと同時に背中を伸ばして、自分の首を長くします。手で地面をしっかり押して上に伸びます。そうすることによって、このお尻が伸びてきてると思います。したまた息吸って吐いて、これを、左右30秒ごと30秒ずつやっていきます。それでは早速やっていきましょう。左足からやっていきますね。息吸って吐いて、背中まっすぐ、首を長くして、はい、もう一回息吸って吐いて、お尻が伸びていることを意識しながらやりましょう。力を使ってやるのではなくて、リラックスしながら気持ちいい程度で伸ばしてください。はい、反対足いきます。では右足いきます。呼吸は止めずに鼻で息を吸って、吐いて背筋まっすぐします。僕は右のお尻の方が硬いんですよ。こんな風に左右差がある人は気をつけてください。はい、 OK です。はい、続いてはあぐらをかいてもらって、先ほど言ったように骨盤を立てます。これあぐらだったら骨盤立てれると思います。そしたらですね、上に手を伸ばしながら、なるべく 上に体を伸ばしながら横に倒れていきましょう。そうすることによって体側が伸びていきます。はい、それではやっていきましょう。はい、それでは右手からいきます。なるべく上に、手を上に伸ばしながら、体全体も上に伸ばしながら横に倒れていきます。この時に右のお尻が上がらないように、しっかりと座骨で立った状態でやってください。息吐いて、なるべく遠くに伸びます。それでは反対いきましょう。なるべく手は遠くを通して、体側、体の横側が伸びているのを感じてください。左のお尻は浮かないように、
呼吸を止めずにリラックスして行ってください。はい、OK です。はい、続いてはもう一度お尻のストレッチに戻っていきます。あぐらをかいてもらって骨盤を立てて背筋をまっすぐにします。そしたらですね、左足を右足の上に乗っけましょう。できる人はですね、このまま深く足を組んでください。で、その状態で前に倒れていきます。この時も猫背にならないように上に頭を天井に引っ張られながら前に倒れていきます。左のお尻が伸びるのを感じれると思います。難しかったら浅くかけてもらって、こういう風にしてもらっても大丈夫です。それでは早速やっていきましょう。はい、行きます。猫背にはならないように上に伸びながら少し前に体を倒します。この時なるべく左のお尻が浮かないようにしてください。難しかったら足を内に入れてもらっても大丈夫です。伸びる場所が違ってきますので、いろいろ試してお尻をじわじわ伸ばしていってください。はい、足を変えて反対いきます。お尻はですね、体の筋肉の中で一番体積の大きい筋肉で、いっぱい筋肉がたくさん筋肉がありますので、なかなか伸びにくいんですので、念入りに伸ばしていってください。お尻が柔らかいと骨盤立てやすくなります。リラックスしながら伸ばしていきましょう。はい、OK です。はい、それでは次はハムストリング、もも裏を伸ばしていきます。で、両足揃えて前屈すると両足分のハムストリングを伸ばさなきゃいけないので、片足ずつ伸ばしていきましょう。こういう風にして片足ずつ伸ばしていきます。で、この時大事なのは先ほども言ったんですけども、骨盤を立ててもらって体をまっすぐして上に伸びながら、膝は曲がっても大丈夫なので、この状態で少し前に倒れてください。自分が伸びるところでいいです。できる方は足を前に出していきましょう。この状態でやっていきます。それでは、よーい、スタート。はい、反対足いきます。ハムストリングも僕は右足の方が硬いです。もし右足の方が硬かったりとか左右差がある場合は、時間を調整して自分でやるときはやってみてください。ただストレッチするときは必ず30秒以上伸ばすようにしましょう。はい、それでは最後の種目は立って行います。まずまっすぐ立ってください。そのまま手を上に上げます。このまま手をなるべく後方を通しながら前に倒れていきましょう。この時にですね、お尻が後ろに下がると太ももなるべくのもも裏が伸びないので、この足とですね、骨盤がなるべく直線上になるように前に前に伸びていきましょう。はい、そのままゆっくりゆっくりゆっくり降りていって、降りてきましたら膝を曲げます。で、つま先持ってもらって、おへそと太もも前ももが離れないようにしてお尻を上に上げていきます。ここが離れないようにしてください。そしたらもう一回しゃがんで、最後は離れてもいいので膝を伸ばして前屈しましょう。そしたらもう一回上に上がって、ここに戻って繰り返していきます。最後は1分間連続でやっていきましょう。
はい、それでは行きます。本日の動画はいかがだったでしょうか。本当はですね、30秒とは言わず、もっともっと長い時間、45秒とか1分とか1種目について伸ばした方がいいと思いますので、もし自分で慣れてきたらですね、自分で時間を測ってやってみることをお勧めします。あとはストレッチするタイミングなんですけども、それはもうお風呂上がりが一番いいと思います。やっぱり体が温まっていると筋肉も柔らかくなっていますので、ストレッチするタイミングとしてはバッチリなので、よかったらお風呂上がりにやってください。マスクずれてきますねこれ。はい、こんな感じでちょっとずつストレッチの動画も出していこうと思います。今日の動画役に立った方はよかったらいいね、チャンネル登録お願いします。それでは、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。